より小さいバレーボール男子 V リーグ1部 V1 東京ギガバイト30サントリー30日東京有明コロシアム監修3135人22歳のニューフェイスが東京グレートベアーズに新風を吹かせる前日29日に V1 デビューしたばかりの内定選手後藤陸将近代が初スタメンでチーム2位の16得点 今年最後の試合でチームを勝利に導いた。第1セット、S、ら強気のアタックを連発した。セットカウント1対0で迎えた第 2S は2度のセットポイントを握られながらも、27対27の場面でスパイクを決めて勝ち越すと、最後も押し込む。29から27で連取、第3エースもマッチポイントで、ブロックアウトを決めた。 29日の試合で途中出場し、チャンスがあるな、と実感。試合前のミーティングで古賀太一郎主将から、自分の役割をしっかりしよう、と声をかけられ、気持ちが作れた、と、初のスタメンにも気負いはなかった。アラウージョ、亀山ら主力を怪我で欠く中、今月の世界クラブ選手権で銅メダルを獲得した強敵からのストレート勝ちに貢献。 この日の MVP にも選出され、先輩方が温かく迎えてくれて伸び伸びできた。勝利につながってうれしい、と、爽やかな笑顔で振り返った。ブオリネン監督からは、チームにフィットしている。彼が入ることでバリエーションのあるバレエを展開できると一目置かれる存在。それでも、V1 のレベルの高さも痛感している。スパイクがワンタッチを取られたり止められたりしている。 厳しいコースを抜いていかないといけないと技術力向上へ意欲を示した。今月の天皇杯では近代オニークさ連続で V リーグ1部 V1 のクラブを破る番狂わせに導くなど印象的な活躍を続けるスター候補生。ニューイヤー,ーから暴れ回り8位のチームを押し上げる勝部光太。